よし、やるぞ。よっしゃ。さあ、行くぞ。よし、や。確認。よし、やるぞ。さあ、よし。さあ、行くぞ。よし、やるぞ。火に映るは霊弦の舞。火に宿るは歴戦の雄。紡がれる強者の感慨。幾重もの意志、元勲の糧となり。鬼を滅する力とならん。なおも、なおも、終わることなき、人気の決戦。火に宿るは、歴戦の雄。火に映るは、少年の覚悟。甘い。やっぱりサビトは反応が正確で早い。中途半端な攻撃じゃ弾かれてしまう。かまど炭治郎、あのどうしようもなく弱かったお前が剣士となるため呼吸を身につけた。幾千幾万と刀を打ち込み、腕が悲鳴を上げてもなお刀を振り続けた。俺に何度倒されても立ち上がり挑み続けてきた。お前は強くなった。今俺に真剣を握らせていることが何よりの証。今宵こそ仕上げの時、未だ奥底に眠る覚悟を奮い立たせろ。技を、感覚を、研ぎ澄ませろ。来い。行くぞ。足を動かせ。立ち止まるな。
なるほど、そう来たか。防いだのか。やるな。ウロコザキさんに教えてもらった技でサビト。いい動きだ。やるようになった。そうだ、それでいい。俺にできることを全部出し切れ。出し惜しみするな。行くぞ。待て。死ぬこと。見事だ。俺がくじけることは絶対にない。行くぞ。水の呼吸、銃の型、聖帝ルテン。そう来なくてはな。待て。ここだ。おっそい。しまっ。覚悟が足りていない。ウロコダキさんに何を教えてもらった。足を…やっぱりサビトは反応が正確で速い。中途半端な攻撃じゃ弾かれてしまう。行くぞ。トンテイゴリャトロッチッテイッ。なるほど、そう来たか。防いだのか。やるな。ウロコザキさんに教えてもらった技でサビト。やるようになった。そうだ、それでいい。俺にできることを全部出し切れ。出し惜しみ。俺がくじけることは絶対にない。強くなったな。水の呼吸、銃の型、エーテルテン。見事だ。そう来なくてはな。覚悟が足りていない。ウロコダキさんに何を教えてもらった。足を止めるな。立ち止まるな。進め、男なら。
男に生まれたなら進む以外の道などない。さあ立て、立ち上がり、もう一度挑んでこい。この岩を切れたら最終選別に行くのを許可する。岩を、そのためにはサビトでも何度挑んでも、なんでこんなことになっちゃったんだろうな。普通に暮らしていただけなのに、家族と一生懸命に生活して、貧しい家だけど時々は街で美味しいものを買ったりして幸せだったのに。幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがする。たった一日、俺が家に帰らなかったあの夜に、みんな、みんな死んでしまった。鬼に襲われて死んでしまった。痛かったろ、苦しかったろ、ごめん、助けてやれなくて本当にごめん。辛いのはお兄ちゃんも同じでしょ。顔を上げてよ、一人だけ悲しまないで。私も一緒だから。兄弟二人なら辛さを乗り越えられる。そうでしょ。そうだ、俺にはまだ残っている、禰豆子。あの晩お前は鬼になってしまったけれど、でもそれでもお前は生きてくれている。サビトの言う通りだ、進め、進むしかない。妹を人に戻す方法を探るためにも、みんなの仇を取るためにも、俺は刀を握ることを決意した。そうだろ、炭治郎。ようやく男の顔になったな。ここで止まっていたら禰豆子は助からない。それに俺を引き取ってくれた鱗滝さんと鍛えてくれたマコモに失礼だ。今日こそサビトに勝つ。行くぞ。決戦ゴーリャー、ゴーリャー、キツボ決戦ゴーリャー、キツボ決戦ゴーリャー、お前の力を見せてみろ。決着をつけるぞ、炭治郎。来るな、ならば全集中、水の呼吸、地の肩打ちしよう。相打ち、いや違う、炭治郎の方が。見えた、月の糸。ぐー、早い。
炭治郎。あいつにも。岩が。サビトとマコモは。まさか本当に切ってしまうとはな。お前を鬼殺隊の最終選別に行かせるつもりはなかった。もう子供が死ぬのを見たくなかった。お前に岩は切れないと思っていたのに。よく頑張った炭治郎、お前はすごい子だ。最終選別、必ず生きて戻れ。わしも妹もここで待っている。日に映るは少年の覚悟。覚悟示すは鬼滅の道。ここには鬼がいる。おじけづくな。前へ進め。入り口は藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに、山の中は全く様子が違う。異様な山だ。四方から匂いがする。人が恐れている匂い、興奮している匂い、それに鬼の匂い。草かたぶりの人肉だ！いきなり二人やれるだろうか。おっと、行くぞ。うわっ、こら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 、こ
思った以上にすばしっこい。鬼の動きが見える。鬼の動きが見えるということは対処しやすい。今の俺ならできる。切れた。鬼に勝てた。強くなってる。鍛錬は無駄じゃなかった。ちゃんと身についた。成仏してください。よし、行こう。なんだこの腐ったような匂いは。なんですか？大丈夫ですか？わけわかんねえ。鬼にやられたんだろうか。それ変な奴が誰かで構わず襲ってきやがったんだ。わけわかんねえこと叫びながら。確かにそう離れていない場所におかしな匂いがする。鬼じゃない。なんだ。ちょっとつもし、ちょっとつもし。え？よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心して。
血の匂いだ。来る。あ、他の参加者だ。でも妙におどおどしているというか。心臓が口から出てくるから。本当に一人で驚いて一人で怒ってる。ただでさえ周りは暗いし鬼がうろついてるし、何なの、何なんだよここ。なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの。俺嫌だって言ったのに。いやー、今度こそ出たんでしょ。もういやー。やっぱり風で木が揺れただけなんだけど、参加者にもいろんな人がいるんだな。木が倒れて通れるようになってる。ありがたい。利用させてもらおう。鬼の匂いが強くなったぞ。周りの様子がさらに重くなってきた感じがする。鼓動が自然と速くなっている。場に飲まれるな。集中しろ。意志を強く持て炭治郎。なんだこの先から
血の匂いがする。なんだ、何が起こっているんだ。匂いが強くなってきたぞ。近い。ウロコダキさんを知っているさ。俺を捕らえたのはウロコダキだからな。あいつの弟子はみんな殺してやるって決めてるんだ。そうだな、特に印象に残ってるのは二人だな。珍しい毛色のガキだったな。一番強かった。獅子色の髪をしてた。口に傷がある。もう一人は花柄の着物で女のガキだった。小さいし力もなかったが素晴らしっこかった。それってじゃあ、この二人はこの鬼に殺されていた。でも俺は二人と。そうね、目印だった。その狐の面がね、鱗だけが掘った面も。お前がサビトとマコモを恨むなら鱗だけを恨め。あいつが俺をここに閉じ込めたからこうなった。ふざけるな。お前の行いは許されるものじゃない。サビだけじゃない。お前に食われた者の仇は俺が取る。そう言って俺と戦った奴はたくさんいた。けど誰も生き残っていない。お前は直に俺の腹の中だ。ここだ。甘いんだよな。まだ動けるのか。弟のシゲルの声が聞こえた。あれが聞こえなかったら危なかった。ありがとうシゲル。頼りない兄ちゃんですまない。抵抗したって無駄だ。体が大きくなっている。冷静に。それでいて心は強く、呼吸を整えるんだ。お前
本当に鱗滝の弟子か。他の弟子よりも全然弱いじゃないか。こいつを倒すための力を俺につけてくれた。だから俺は負けない。こんな鬼に。おっと、おっと、そこだ。する。飛んでけ。する。しようとしているのか。小さい体は大変だ。うろちょろと。でも何をしても意味はない。俺はお前より大きい。体も強い。そして首も硬い。かわいそうなキツネだ。どうやって食ってやろうか。止め損なった。でも、ね、空中ではこの攻撃をかわせない。弾かれた。全集中。水の呼吸。大丈夫だ。俺の首は硬い。こいつは切れない。一の肩。最後に見るのが鬼狩りの顔だなんて。悲しい匂い。神様、どうかこの人が今度生まれてくるときは鬼になんてなりませんように。
サビト、マコモ、そして殺された他の子供たち、勝ったよ。もう安心していいよ。きっと約束通り帰るんだろう。魂だけになろうと鷺流山へ。大好きな鱗滝さんのところへ。たった4人、20人くらいいたのに。死ぬわ、死ぬ死ぬ。ここで生き残っても結局死ぬわ、俺。おかえりなさいませ。おめでとうございます。ご無事で何よりです。で、俺はこれからどうすりゃいい？刀は？まずは大福を支給させていただきます。体の寸法を測り、その後は階級を刻ませていただきます。階級は木の枝から水の戸まで10段階ございます。今現在皆様は一番下の水の戸でございます。刀は？本日刀を作る鋼、玉鋼を選んでいただきますが、刀が出来上がるまで10日から15日かかります。その前に今から皆様にカスガイガラスをつけさせていただきます。カスガイガラスは主に連絡用のカラスでございます。カラス？これスズメじゃね？どうでもいいんだよ、カラスなんて。刀だよ、刀。今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀、色変わりの刀。やめろ。この子から手を離せ。離さないならおる。ああ、なんだてめえら、やってみろよ。てめえ。お話は済みましたか？ではこちらから玉鋼を選んでくださいませ。ちっ。鬼を滅殺し己の身を守る刀の鋼はご自身で選ぶのです。多分すぐ死にますよ、俺は。選べと言われてもどう選べばいいんだろう。全然わかんねえ。そうか、5人も生き残ったのかい。優秀だね。また私の子供たちが増えた。どんな剣士になるのかな。ようやく解放されたと思ったら体中が痛く、疲労が一気に押し寄せてきた。
禰豆子、鱗滝さん。あっ、ヘキレキ一戦、勝負あり。二本目たっと開始。投げ行くぞ。危ない。それ、カーッチキャラも大丈夫だ。銃弾の水切り生成力もう大丈夫だよ。全集中、行くぞ。水の呼吸、11の刀。そこまで。禰豆子ちゃんは俺が守る。うん、可愛すぎて
て死にそう。大丈夫だよ。3本目